アドルフ・ダスラーの像アドルフ・ダスラーはドイツのスポーツ用品会社アディダスの創業者ドイツ帝国バイエルン王国にあるフランケン地方のヘルツオーゲン・アウラハにて靴職人のクリストフ・ダスラーの子として生まれた彼の父は加工場で働いていた1920年に靴職人として訓練を受けたアドルフは第一次世界大戦から帰還すると母の選択室で スポーツシューズの生産を始めた。1924年7月1日にアドルフのアニルドルフが事業に加わり、ダスラー製菓工場が設立された。アドルフはオランダ・アムステルダムで開催された1928年、アムステルダムオリンピックで多くのアスリートに良質なシューズを供給し、会社の国際的発展の礎を築いた。 ベルリンで開催された1936年ベルリンオリンピックにおいて、ダスラーはアメリカ合衆国のジェシー・オーエンスにシューズを供給した。アディのシューズを履いたオーウェンスは4つの金メダルを獲得した。1930年代にアドルフ・ヒトラーが台頭すると、ダスラー兄弟は揃ってナチ党に入ったが、アドルフより兄、ルドルフの方がより熱心な国家社会主義者であったとされる。 アドルフがドイツ国防軍のブーツを生産するために残された。一方、ルドルフは徴兵され、後にアメリカ軍の捕虜となった。第二次世界大戦は兄弟とその妻たちの不安を加速させた。ルドルフはアメリカ軍に捕虜にされた際、SS のメンバーだと疑われたが、その情報はアドルフ以外の誰かによって提供されたものではおそらくなかったという。1948年までに、 兄弟の反目はさらに進んだ。デドルフは会社を去り、街の反対側にプーマを創業した。このために、ダスラー製菓工場は消滅し、アドルフは自らのニックネームを取って、社名をアディダスに改名した。1973年、アドルフの息子ホルストは水泳用品の製造会社アリーナを設立した。1978年にアドルフは、 ヘルツォンゲンアウラ派で死去した。77歳だった。息子のホルストと彼の妻ケーテが経営を引き継ぎ、ホルストは父と同様にいとこのアーミンと身内争いに発展した。ホルストは9年後の1987年に51歳で死去した。アディダスは1989年に株式有限責任会社となったが、1995年の新規株式公開までは、 一族が所有していた。ありがとうございます。